演舞開演。どうも、本日はこちら日清のココナッツサブレ発酵バターを食べたいと思います。ココナッツサブレも最近いろんな種類が出てくるようになりましたね。まあ4枚だったような、これは5枚、まあいっか。ではいただきます。濃厚という名前が示す通り、通常のものよりもバターの風味は強く感じられて美味しかったです。ただココナッツ感はちょっと弱くなってるかな。次はココナッツ感の増強にも期待したいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。